おう、バンデス宮城ニュースエブリー、ニュースエブリー、宮城ニュースエブリー、宮城ニュースエブリー,ー,ブリーは、宮城テレビで2010年3月29日から放送されている平日夕方の宮城県向け、ローカルニュース、情報番組。おバンデスの第4部であり、放送時間は18時15分から19時。第1部、第2部、第3部に引き続きハイビジョン制作。なお、お バンデス休止の際は、ニュースエブリーと、宮城ニュースエブリーのみを放送する。本校では、土曜版の、宮城テレビニュースエブリー、サタデーについても述べる。この時間帯は、王、バンデスの司会である佐藤宗幸、白壁里伊佐藤、イサゴ、ハチヤユリ奈ラは出演せず、柳瀬洋平、浮ヶ谷美穂、安西真希が、番組のキャスターを務めている。 1995年の O, バンデスの放送開始以来 O, バンデスニュースプラス1として2006年4月からはニュースリアルタイム宮城として放送してきたが全国ニュースのタイトルが NNN ニュースリアルタイムからニュースエブリーに変わったため2010年3月29日から宮城ニュースエブリーのタイトルで放送している宮城ニュースエブリー では年間のテーマとして、あなたがいるからを展開する。人は誰かを介して、すべての人とつながっている。あなたがいるから頑張れる。あなたがいるから笑顔になれる。そんな人々の支え合いを不定期で紹介する。この時間帯のニュース番組において、長年にわたりキャスターを務めていた竹原純は、定年を迎えた後も、 宮城テレビアナウンス部所属の解説委員として2012年9月28日まで番組に毎日出演していた。同じく長年にわたりキャスターを務めていた森友子は自身の得意分野である環境についてのレポートコーナーエコで移行を3級前まで担当していた。全番組のニュースリアルタイム宮城時代と同じく曜日ごとに コーナーが設定されており、週に1から2回、宮城ニュースエブリー、目線で気になるニュースを注目する、ここに注目。木曜日は日常生活と関連する、経済情報を紹介する、暮らしエブリー、一流の仕事人に注目する、仕事の心のコーナーを放送していたが、東日本大震災以降は、すべてのコーナーの放送を休止している。現在は、毎週水曜日は、 暮らしの安心、安全につながるワンポイントアドバイスを紹介する安心ワンポイント毎月第2第4木曜日は暮らしにより密着した情報を紹介する暮らしの見方のコーナーを放送している天気予報の前に日本テレビのスタジオから今日これを同時ネットしていたが2014年1月6日よりエブリーカルチャースポーツを時差ネットしている天気予報の後に ここまで入っている全国のニュースをまとめて伝えるニュースラストスパートを2019年4月1日より放送。宮城県内のスポーツは NNN ニュースリアルタイム時代にネットしていた全国のスポーツコーナーリアルスポーツが宮城県域では放送されない任意ネットワークに移ったため完全独自コーナーとなった。 2008年3月31日より気象予報士が新たに加入し、スタジオから宮城県内の天気予報を伝えていた。2010年3月29日より仙台駅前からの中継となり気象予報士、加入前と同じ形態に戻ったが、東日本大震災の影響に伴い仙台駅前が工事中で使用できないため、 2011年5月2日より、宮城テレビ前提からの中継となった。同年5月23日より再び、仙台駅前からの中継となったが、仙台駅の大規模改修工事に伴い2013年1月より、スタジオからとなった。2014年5月より、仙台アンパンマン、子供ミュージアムモール、同年8月4日より、サンモール、一番町商店街からの中継となり、 2015年5月11日より、再び、スタジオからの天気予報となった。また、以前にスポーツコーナーの前に、仙台駅前などからの中継を設ける時期があった。金曜日に、仙台市の老舗百貨店である藤崎のインフォマーシャルを、天気予報の後に行っている。金曜日のエンディングに、今週のニュースな表情として、映像で1週間の主なニュースを振り返っていたが、 東日本大震災後には休止した。そして2011年10月7日、放送部により震災の被災者に自身の思いやメッセージなどをインタビューで語ってもらう3.11震災週間外の声の放送を開始した。2012年4月からは宮城テレビと同じ日本テレビ系列の読売テレビが幹事局を務める企画ネット形式の箱番組。 芽生えの宮城県版として、県内で生まれた赤ちゃんを紹介する、芽生え宮城の希望の放送を開始した。プロ野球のシーズン中のエンディングに東北楽天ゴールデンイーグルスの試合途中経過を伝える。挨拶後に、仙台駅前などからの中継カメラに切り替わるが、試合途中経過でのトークが長くなったりするとそのまま、スタジオのカメラのままで挨拶する時がある。エンディングテーマは、 佐藤宗幸のケヤ伝説を使用している。ただ、緊急ニュースなどに伴う、おうバンです休止、時間短縮による内報中止の際は、ケヤ伝説ではなく日本テレビ側が、エブリーのエンディングで使用しているものと同じ BGM を使用する場合がある。2016年12月30日、宮城テレビが今年1年間に伝えた、起きた様々な出来事について、 やなせ、武田良キャスターを中心に追跡取材、その声に重点を当て伝える、宮城ニュースエブリー、年末 SP、ボイスから、今年の声を放送。2017年12月30日、2017年を振り返るとともに、注目のニュースのその後を追跡、見えてきた出来事の裏側や人々の思いに迫る、宮城ニュースエブリー、年末 SP 追跡。 ニュース2017を放送。宮城テレビニュースエブリーサタデーは2010年4月3日から宮城テレビで放送している土曜夕方のローカル報道番組ありがとうございます。